北川稽子8月22日隊は、日本の女優、兵庫県神戸市出身、スターダストプロモーション所属、明治大学小学部卒業。夫は、ブレイカーズのボーカルで、歌手、タレントの大悟、義理の母方の祖父は、第74代内閣総理大臣の竹下登、義理の父方の祖父は、実業家の内藤洋、一郎、義子は、漫画家の永久永久。 高校在学中に地元神戸でモデル事務所にスカウトされ、2003年にミスセブンティーンでモデルデビューを果たし、同年にテレビドラマ美少女戦士セーラームーンの日の霊役で女優としてもデビューを果たした。2006年5月13日公開のマミヤ兄弟で映画初出演を果たすと、その2週間後に公開の水に住む花にも出演した。 同年9月公開のハリウッド映画のワイルドスピード X3 東京ドリフトに出演。オーディションを通過しての出演で登場シーンも少ないが日本国内においても無名の女優の大抜擢となった。同年10月公開のチェリーパイにて映画初主演。2007年2月公開のディアーフレンズでは高校生ながらガンを患う主人公を熱演。 同年10月3日公開のサウスバウンドで映画デビュー作の監督でもあった森田義光監督の作品に再び出演する。同年10月クールのテレビドラマモップガールで連続ドラマ初主演。2008年7月クールのテレビドラマ太陽と海の教室でフジテレビ月9枠のドラマに初めて出演。2009年9月公開の 真夏のオリオンで戦争を主題とした映画に初めて出演。こう一点の中、一人で二役を担い、現代と戦時中それぞれで別の女性を演じた。同年10月公開の私だすはにカメを出演。自身3度目となる森田義光監督の作品への出演となった。2010年1月放送の筆談ホステスで単発ドラマ初主演。 同年3月公開の映画、花の後にて、時代劇初挑戦。女性剣士の役を、吹き替えなしで演じた。同年5月クールの、ガツの恋人、ムーン・ラバーズで、フジテレビ月9ドラマに3年連続出演。同年6月公開で自身が主演を務めた映画、春たたきの宣伝を兼ねて、ドン、に出演した際に、有吉弘之から、花だけ変というあだ名を付けられ出演者。 スタッフ、観覧者一同から大爆笑された。2011年1月クールのレティ最後の犯罪プロファイルでゴールデンタイムの連続ドラマ初主演。2013年11月公開のルームメイトでは多重人格者の主人公役を務め女性同士のキスシーンも演じた。2014年2月公開の抱きしめたい真実の物語でも主演を務め交通事故により 体の左半身と記憶能力に障害を持ちながらも明るく前向きにいる女性を熱演。同年3月に事務所の後輩である桃色クローバー Z とのスペシャルユニットキモクロゼットを結成。デビュー以来10年ぶりに本格的な歌やダンスの訓練を受けた。2015年7月クールの探偵の探偵で主演。本格的なアクションシーンに挑戦し、その一環として キックボクシングも習得した。2016年1月11日、ロックバンドブレイカーズのボーカルで、歌手、タレントの大悟と結婚したことを、所属事務所を通して発表した。婚姻届は、都内の区役所に代理人を通じて提出。同日、都内にて、ツーショットで、記者会見を行った。同年四月十九日、都内で挙式し、グランドプリンスホテル新高縄で、 披露宴を行った。同年7月期スタートで結婚後初のドラマ出演となった家売る女で主演を務める。同クール放送ドラマの初回、最終回、平均視聴率で第1位、他ドラマでは一度もなかった12%声を10話中5回も記録するなど抜きんでた結果を出した。2017年8月放送の本当にあった 怖い話夏の特別編2017でオムニバス作品初出演。同年12月公開の探偵はバーにいるさんでは拳銃を使った芝居に初挑戦し多彩な表情を見せるヒロイン役を演じた。2018年の西郷ンで NHK 大河ドラマ初出演。同年6月公開のパンク侍、切られて郷にヒロイン役で出演し、劇中で 腹踊りを披露した。同年8月公開で、月仙小監督、ヒロイン、浜辺美波の、先生君主にエキストラ出演。月仙監督の前作で、浜辺主演の、君の水臓を食べたいに出演した際に、同じシーンでの撮影がなかったことから、ダメ元でお願いされたものを快諾したが、浜辺からは、なんだかわからないと思いながら撮りましたと無下に、されてしまった。 同年9月公開の響き響きマイナスの初日舞台では、主演の平手ゆり奈のことを思って涙する一幕があった。また、平手と共にクリセブンに出演した際には、白身のキメ顔で股を大きく開いて、低く落とした腰を左右に揺らす謎のダンスを披露し、観覧の女性たちから気持ち悪いものを見るような悲鳴が起きるなど現れ、役を買って出る場面もあった。 同年10月6日放送のオールスター感謝祭では俳優力チャレンジに挑戦。生放送、高画質、4分間顔面度アップという女優にとって非常に不利な条件を全く苦にしない美貌を披露した上に4分間瞬きをしないお一人で成功させた。同年11月公開のスマホを落としただけなのにで映画作品4年ぶりとなる主演を務め。 公開から三週間で、累計動員百七万人、興行収入十四億七千百九十三万のヒットを記録した。二千十九年一月期放送開始でイエウル女シリーズの第二シリーズとなる、イエウル女の逆襲で引き続き主演を務める。同クール放送ドラマで唯一となる全は視聴率十パーセント超えを記録、平均視聴率は一位と零零点一パーセント差と、 再び結果を残した。同年9月、スターダストプロモーション第1回スターオーディションのグランプリ受賞者発表にサプライズプレゼンターとして登場。イベント後の取材にも同席したが、グランプリ受賞者は、自身には目もくれずに目標とする人に、事務所の後輩の長野の名を挙げたため、くしくも新人から芸能界の厳しさを味わわされた。同年秋頃に主演映画の役作りのため、 髪の毛を30センチ以上カットし、デビュー以来初めてのショートヘアで撮影に臨んだ。同年12月発売の墓地20年2月号のカバーを務めた際には、ショートヘアを活かして、少年のような服装や、メンズスーツに近い服装などマニッシュな姿を披露し、大きな話題となった。2020年2月に、公開のスマホを落としただけなのに、の続編に特別出演をし、 初日舞台挨拶にサプライズ登場した。同年4月22日、第一子を同年秋に出産予定と報じられ、それを受けて自身の公式サイトで正式に報告した。同年8月、2020文春文庫秋100、ベストセレクションのイメージキャラクターに就任。同年9月7日、第一子となる女児を出産したことを自身の公式サイトで報告した。 産後から2ヶ月となる同年11月2日、映画、ドクター・デスの遺産、ブラック・ファイルマイナスの完成報告イベントに出席し、出産後初の公の場に登場。超ハイスピード復帰となった。同年11月9日には、産後初バラエティとして、シャベクリセブンに出演し、有田鉄平と瞬き我慢で対決。先日の瞬きをさらに上回る5分50秒を記録し、 勝利した。また、産後2ヶ月にもかかわらず、高画質で6分近くの顔面アップを楽勝でこなすという美貌も披露した。なお、収録放送において、このような類の企画は、部分的にカットしたり CM を挟んだりするのが、一般的だが、特別に5分50秒間フルで放送された。2021年1月公開の三角窓の外側は、夜に、 通行に未役で出演。街中を歩行中に、平手ゆりな演じるヒロインから呪いをかけられ、登場からわずか数秒で死亡するもブ役ではあったが、平手との再共演を果たした。同年2月公開の映画、ファーストラブで、映画では3年ぶりに主演を務めた。同年4月期放送開始の連続ドラマ、リコ活で主演を務め、第1話の無料を見逃し配信の再生回数が、 TBS ドラマの歴代1位を記録するなど、初回放送から人気を博し、トータルでも、民放公式テレビポータル、TVer の番組別再生回数でも、歴代1位となるなど、ヒット作となった。産後2ヶ月でのスピード復帰から、ハイペースで仕事をこなし、同7ヶ月での連続ドラマ主演でも結果を残した。同年8月公開の映画、キネマの神様にて、 山田洋次監督作品に初出演を果たす。小学2年生の時、阪神、淡路大震災で被災した経験がある。中学、高校時代の夢は、精神科医。幼い頃から病弱だったため病院へ行く機会が多く、本人も病院が大好きだった。高校で、名門女子校の理系コースに通うが、成績が伸びず、もしの点数や、 偏差値で全てを評価されるのはおかしいと思い始めた時に芸能事務所からスカウトされる。気分転換にタレントのレッスンに通いたいと親に相談したところ、それで成績が伸びるのならいいよと許可された。事務所に入って間もなく、セブンティーンと美少女戦士、セーラームーンへの出演が決まり上京した。オリコン調査の女性が選ぶなりたいかをランキングで2010年、 2013年、2014年、2015年、2019年、2020年と6度に渡り主位を獲得している。中井雅宏のみになる図書館で5万人が本気で選んだ最も美人だと思う女性芸能人ランキングでほぼ全世代で1位に選出される。右手で持つようにと両親に教わったお箸と鉛筆以外は私生活のほとんどが左利き。 ジルという猫を飼っている。ファンと身近に交流したいという思いがあり、2013年から毎年クリスマス前後に北川ファミリーミーティングと題したファンとの交流イベントを開催している。宝塚歌劇団の大ファンである。趣味は映画、音楽、絵画鑑賞と読書。村上春樹のノルウェーの森が一番好きとしていたことがある。好きなアーティストはデビット・ボーイ。 ザポリス、J ガイルズバンド、リンキンパーク、ロッド・スチュワート、ラルク・アンシエル、X ・ジャパン、ボーイ、ビーズ、三浦大地。両親の影響で、1970年代及び1980年代の洋楽に詳しい。中でも、デビット・ボーイは、自身のブログで、神と心から崇拝している。大学時代は2年生まで軽音楽サークルに所属。ドラムを担当していた。 慢性鼻炎、気管支喘息持ち、花粉アレルギー、紫外線アレルギー持ち、太字は主演、もしくはメインキャラクター。太字は主演、もしくはメインキャラクター。ありがとうございます。